こんにちは、ミスター・ポーと申します。よろしくお願いします。スポーツをテーマに、独自の視点から勝手な解釈をしていく、こういうコンセプトでやらせていただいています。今回のお題は、アスリートの低年齢化とお金。お金のことはちょっと後に置いておきましてですね、近年、10代の若いアスリートの活躍、これが目立ってきてますよね。卓球では張本智和選手、14歳で、全日本選手権を制覇。伊藤美誠選手と平野美宇選手ですね。この2人はダブルスでワールドツアーを制覇。この時2人とも14歳。ギネスブックにも載ってますね。で、サッカーでは久保建英選手、キックボクシングでは、那須川天心選手。この那須川天心選手は16歳で日本チャンピオンになってるんですね。で、その後世界チャンピオンになって、いまだに無敗と。これね、ちょっと16歳で日本チャンピオンでは、これコンタクトスポーツではちょっと考えづらいですね。本当に天才なんでしょうね。で、極めつけは、高飛び込みの玉井陸斗選手ですね。なんと12歳でシニアの大会で優勝してるんですね。で、昨年の9月、13歳になったばかりで、全日本選手権を制覇。しかも2位の選手に70点以上の大差をつけての優勝。もう何がどうなってるんだみたいな感じです、この玉井選手に関してはね。で、こういったトップアスリートの低年齢化の背景に何があるのか、ここを深掘りしていきたいと思います。で、今回注目するのは、競泳の岩崎恭子選手。92年のバルセロナオリンピックで、競泳女子 200m 平泳ぎで、金メダルを獲得、当時14歳。ね、で、レース直後のインタビューで、今まで生きてきた中で一番幸せですという名言を残していますね。で、この岩崎選手は、これバルセロナオリンピックで彗星のように現れたという印象があるんじゃないでしょうかね。金メダルを取るまではほとんど誰も知らない、メディアもノーマーク。それもそのはずで、当時 200m 平泳ぎのですね、世界新記録を持っていたのがアメリカの、タニア・ノールという選手だったんですね。で、このノール選手と岩崎選手の自己ベストを比較すると、6秒以上の差があった。100分の1秒を競う競泳競技においてですね、この6秒っていうのはあまりにも大きい。だからバルセロナでは予選通過も難しいだろうと言われてたわけなんですね。ですからノーマークだった。で、ところがレースが始まると予選でいきなり自己ベストを更新。準決勝では世界記録保持者のノール選手と100分の1秒差の2位。ノール選手もこれびっくりしたでしょうね。誰この子みたいな感じだったと思いますね。で、この競泳選手の調子の良し悪しっていうのは、この会場に入った時にそのプールを見るじゃないですか。で、このプールを見た時に調子のいい選手というのは、プールが小さく見えるそうですね。で、この時岩崎選手もプールが小さく見えたって後に、語ってますね。で、この決勝レースになりますけど、世界記録保持者のノール選手の隣のレーンで泳ぐことになったわけです。で、このレースね、YouTube でこれぜひ見てほしいんですけど、結果が分かっているんですが、めちゃくちゃ盛り上がりますよ。ぜひ見ていただきたいですね。ざっくりどんなレースだったかって言いますと、最初のターンを終えた段階で5位なんですね。で、後半に強い岩崎選手が徐々に追い上げていくという展開なんですけど、最後のターンをしたところで岩崎選手2位だったんですが、残り25メートルあたりでね、中国の選手に抜かれて3位に後退するんですよ。で、最後の5メートルでノール選手と中国の選手をかわして1着でゴールするという、これ劇的な展開になっていくんですね。で、この時のタイムが2分26秒65、
オリンピック新記録、この記録を出したのが14歳と6日なんですね。でこの14歳と6日での金メダルっていうのは競泳競技における、世界最年少記録となってまして、今も破られていないんですね。だからバルセロナ入りした時には13歳だったっていうことになりますよね。すごいと思います。でね、これ余談になりますけど、1900年以降オリンピック全ての競技における最年少金メダリストの記録をちょっと調べてみたんです。そうしたらね、すんごい選手がいました。すごい選手が、1900年のパリ大会ですね、8人乗りのボート競技のこの決勝でですね、オランダチームの監督がチーム8人のね、合計体重を減らすために1人選手を入れ替えたそうですね。で、結果的に金メダルを取ったんですが、その代わりに入れ替えた選手がなんと7歳の男の子だったそうですね。で、この記録は正式には認められていないんですが、しかも男の子のその子の名前すらわからないっていうことですね。ちゃんとこのオールを漕ぐことができたんでしょうかね。どんな感じだったんでしょうか。知りたいもんですね。で、話は戻りまして、14歳でオリンピック新記録で優勝した湯崎選手、これからの成長を考えますとね、世界記録を何度も更新して金メダルを何個も取るような大選手になっていくという期待が寄せられた。しかしですね、この飛び火という皮膚病の発症を理由に20歳の若さで引退してるんですね。で、結局引退するまでに、この14歳の時にバルセロナで出した記録タイム、これを上回ることが結局できなかったんですね。で、岩崎選手のように中学生の時に記録をバンバン塗り替えた選手が高校大学へと進むとパッタリ成績が伸びなくなる、こういうケースはね、意外に多いみたいなんですね。で、要因の一つと考えられているのが成長ホルモンの分泌バランスらしいですね。で、簡単に言うと成長ホルモンの分泌が早いか遅いかで、早咲きか遅咲きかが決まるというものらしいんですね。でもね、今活躍している10代の選手をね、成長ホルモンを理由に10杯人からげて片付けるのはちょっと無理があると思うわけなんですよね。で、ここからちょっと勝手な解釈をしていきたいと思います。トップアスリートの低年齢化についてはその頭のいい先生たちがですね、成長ホルモンだけではなくて、競技を始めた年齢ですとか育った環境、トレーニングの方法、筋肉の質、メンタル、家族との関係などあらゆる角度からトータル的に研究が進められているんです。で、それに対して私ミスターポーはですね、正しいかどうかちょっと分かんないですよ。で、分かんないんですけど、頭のいい先生たちとはちょっと異なる意見を持ってます。それはお金です。出てきました、お金で、要はね、そのいろんな競技あるでしょ。で、その競技で稼げるか稼げないかで、その競技を取り仕切ってる団体とか組織ってあるじゃないですか。そういう組織の中で、選手のピークをどこに持っていくかが伝統的に決まってるんじゃないかと考えているわけですね。要はその稼げる競技を仕切ってる団体と稼げない競技を仕切ってる団体で選手のピークを勝手になんか伝統的に決めちゃってるということなんですよ。で、これ現役中はもちろんですけど、引退してからその競技に、関係するその職種の幅、これがどの程度あるかということもこれ問題になってくると思うんですね。どんな競技においてもですね、オリンピックに出るような選手は一握りで、ほとんどの選手は夢半ばにして引退を余儀なくされるんです。で、オリンピックに出るまでの実力はなかったにしても、多くの選手は小さい頃からその競技に人生の全てを注ぎ込んでるわけなんですよね。だからその競技のことしか経験したことない、そういった選手を金銭面でどれだけ支えることができるのか、
これね、分かりやすいのが水泳と野球を比べてみるとよく分かりますよ。まず水泳選手の場合、現役中に大金を稼ぐ選手、これはねほとんどいない。まあ賞金レースがで稼ぐぐらいですよ。大学卒業後も競技を続けられる選手っていうのはもう企業に属することができるごく一部の選手だけ、ね、で引退後の職業も大学に所属したコーチですとか、スイミングスクールのインストラクターとかね、極端に限られるわけなんですね。金銭面のことを考えるとほとんどの水泳選手は学生のうちに競技生活を終わらせる必要がある。したがって競技者としてのピークをなるべくなく若いところに設定することが要求されるわけですね。で、この考え方が伝統的にあって、なんか水泳っていうのはこういうもんだからみたいな空気がね、伝統的にこう蔓延してるんじゃないかと考えるわけなんですね。で、要するにその水泳選手ってその競技を開始する年齢がだいたい0歳とか1歳とかじゃないですか。もうそれぐらいから競技を始めないと10代にピークを持ってこれないということだと思うんですね。で、それに対してじゃあ野球はどうなのかって考えると、水泳と一番大きく違うところはプロ化されているというところですよね。で、金銭面で長きにわたって稼げる要素がたくさんある。40歳を超えた現役選手もたくさんいるわけなんですね。で、たとえ現役の期間が短くても、その後コーチですとかスカウトですとか広報解説、幅広い分野でですね仕事ができる可能性がある。そのため競技者としてのピークを10代に置く必要がないんですよ。野球協約っていうものを考えなければね、大谷翔平選手ですとか佐々木朗希選手は高校生の時に160キロ投げてたわけですから、16、17の時にはプロでも十分通用したと考えられる。で、実際に沢村栄治が大リーグ打線を1点に抑えたのが17歳の時ですからね。野球においてはその稼げるという背景がありますので、全く慌てる必要がないわけなんですね。高卒の選手だったら、まあ2、3年は体作りねみたいな感じで十分なわけですね。で、もちろんこれ全ての競技に当てはまるわけではないですけど、水泳と野球は、極端に違うので比べやすいっていうかね、比較しやすいわけなんですよ。だから競技によってピークの年齢が低かったりそうでもなかったりする傾向があるっていうのは、その背景にお金が関係していると勝手に解釈しているわけなんですね。水泳連盟の偉い皆様方、オリンピックの金メダルには3億円以上の価値はあると思いますよ。億万長者の水泳選手を何人出すことができるか、これによって水泳は競技から職業へと進化していくのではないでしょうか。純金製のゴーグルで泳ぐ瀬戸大也選手を見るのもそう遠くはないと勝手に思っています。次回もマニアックに攻めていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。